こんにちは、花太郎です。今日はですね、これ白飛びして見えますかね、総武線の高円寺ですね、新宿中野高円寺阿佐ヶ谷とね、その続く高円寺に来てます。で、今日はね、何をしに行くかというとですね、なんかね、年忘れライブかな、なんかこうバンドマン弾き語りの人が多いんですかね、がなんかいっぱい出てくる、なんか年越し朝の4時ぐらいまでねやるあのライブに、高円寺ヤングマスターってとこですね、はい、そこに向かっていますという感じですね。着いたら終わりなんですけどね、多分10分ぐらいで着いちゃうと思うんですけど、一応行ってみようと思います。皆さんどうですかね、ライブハウスとか行きますかね。もう随分と行ってない気がするんですけどね、どんな感じでしょうかって感じですね。高円寺と錦糸町だったら、俺錦糸町の方が好きかな。あ、なんか歌ってる人いるな。で、今日はね、一応ね、ペンさんっていう方ですね、今もなんか弾き語りの方の歌声が聞こえてますけど、こっちなんかアーケードですね、アーケードの方ですね、はい、よいしょ、なんですけど、そう弾いてらっしゃる方がいて、それでやたらね、うまいっつうか、なんだろうな、おしゃれっつうか、なんだろう、インテリジェンスを感じる、なんかこうメロディーっていうのかな、なんかね、それがあってね、ちょうど声かけてちょっと話したんですけど、その方のね、お誘いっつうかね、その人とその人以外もいっぱい出ますよっていうことで、ちょっと来てみ、あ、でもいいな、あ、なんかやっぱり高円寺もいいですねなんだかんだ言ってこんな感じですね。ちょっと見えるかな、白飛びしちゃってますけど、みんななんか飲んでますね、年末でね。あ、いいですね、なんか居酒屋とかあるとやっぱりいい感じだな。もうね、30分からなんでね、もう始まってるかもしれませんけど、あれここかな、いや違うな、ここなんか行きますか。これ中がこうあれになってるんですよ、なんとなく神戸とかもありますよね、こんな感じね、なんかね、なんかこういう神戸の元町かな、よくわかんないけど、三宮か、あ、こういう感じはなんかいいんですよね、なんかね、高円寺ストリート、高円寺西商店街でね、あの奥になんかこう出口っていうか、あそこ見えてると思う、あそこを行って右に曲がったら多分着くんじゃないのかなと思ってるんですよね。みんなやっていけてるのかな、だんだんね、やっぱ人口が減っていくとなるとあれなんですけど、この辺は減ったら減ったらなんかそれなりに来るのかな。自分で道やるとすると大変ですよね、なんかね、でみんなそれなりに行きつけの店があるはずでしょうし、そこから別のとこ行ってみようかっていうのはね、なかなかあるようでないようで、あ、ここかな、ここはね、いわゆる高架なんですけど、あるかな、お、意外と綺麗な外観、ゆっくりですね。はい、じゃあ着きましたんで、これ楽しんでいこうと思います。花太郎でした、失礼します。はい、こんにちは、花太郎です。今からね、ちょうど家に帰るとこですね。さっきのライブ、まあ良かったですね、なんかね、本当に、なんだろうな、生のギターの音と、あと声ですね、はい、それが聞けてね、なんか、なんだろうな、声の指紋みたいなのをね、なんか聞いた感じでね、なんか本当に楽しく帰れます。で、今日呼んでいただいたですね、あのペンさんですね、ありがとうございます。また会いましょうということでね、花太郎でした。良いお年を。